はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。昨日ですね、ガチャから仮面ライダークウガアルティメットフォームゲットしました。もう爆死も爆死、大爆死だったわけなんですけども、もういいんですよ、そんなことはね。もう欲しかったんですよ、アルティメットフォーム。もう強いか弱いかは正直わかりません。ちょっと今日使ってね、いきたいなと思います。さあ、そしてショッカーに勝った回数41回まで来たということは、アーギと2800ポイントもちろん交換しますよ。そして今日ね、使っていきます。来たよ来たよ、アーギと。アーギともね、非常に思い入れの多い作品、語り出したらね止まりません。平成シリーズ第2弾だよね、仮面ライダーズ30周年作品。そしてシャドームーインに勝った回数は今6回です。今日7回目いきます。さあ、アギトですね、こちらシャドームーンに対して特攻あります。なのでガチャ爆死した人はね、交換して使うとね、いいんじゃないかと思います。スキルレベルは1なんですけども、技レベルね、妖怪レベルはマックスまで上げました。この回し蹴り忠実にね、再現されています。ガシュトシキ、そして仮面ライダーエグゼイト、中央プニケシ、これもね使っていきます。そしてショッカー戦闘員、技レベル4までね、頑張ってね落としましたよ。そして仮面ライダーファイト、クリムゾンスマッシュ、この動きがね忠実に再現されている。そしてドライブタイプデッドヒート。さあ、まずはこんなパーティーでですね、ちょっとショッカー戦闘員倒して、まずはね出します。シャドウムーンの前にまずはショッカー戦闘員を出して倒すとね、確率でシャドウムーン出てくるわけなんですけども、まあね、戦闘員に勝った回数40回を超えればですね、ほぼほぼ毎回シャドウムーンがね出てきます。まあ今までそうだったんだけど、わかんないけどね、急にさ出なくなる時あるからね。この特殊能力持ちのさ、アギトとかさ、交換した瞬間にねパタリと出なくなる、まああるあるなんですけども、まあそこは運だからね。まあ運なのか仕込まれたものなのかは分かりませんけども。さあ、そしてアギト、アギトもね、リアルタイムではちょっと見れなかったんだけど、まあレンタルでね借りてきてね、僕はね一通り見ました。まあだいぶ前だけどね、アギトもね非常にね面白い作品だよね。このクーガアギトに関しては、仮面ライダーってさ言わないんだよ、劇中でさ。普通はね、普通はというかさ、仮面ライダーエグゼイドとかね、仮面ライダードライブとか言うんだけど、このクーガアギトに関しては結局仮面ライダーって言ってないよね。まあ仮面ライダーなんだけど、まあおそらくね、平成シリーズ第1弾第2弾ということで、なんかそういう世界観っていうか、なんか思い入れがあったんだろうね。さあ出てきてくれよ。おし、来たぜ戦闘員。まあこれは来るでしょう。さあ倒します。ミリ残しなんで、ここはワンパンでいきましょうか。このショッカー戦闘員の動きがいいよね、あるよねこの動きこの動きいきます。さあ、僕はねショッカー戦闘員についてはこんなパーティーでやってます。まあなんだかんだ言ってですね、電王のクライマックスホーム以外はまあゲットねできたんで、 まだね01のね強いやつはねまだゲットできていませんけども、だからまあ今のところ順調っていや順調。まあ、ちょっとガチャはね相当苦しみましたけども。さあ出てこいよシャドウムーン。シャドウムーンもですね、シャドウムーンに関してはメインのキャラではないんだよね。仮面ライダーブラック RX の敵役、敵のねボスとして出てきたなんだけども、結構人気があるというかね、まあ映画なんかでもちょいちょい敵の幹部としてね出てきます。元気ドリンク来たぜ、これはいけってことか。おっしゃ、シャドウムーン来ました。レベル7です。 HP はやばいです。32万、どうなってんだよ。そして制限時間30分っていうのがあるんで、ちょっと画面のね右上の方にタイマー表示しておきます。30分ね、30分使っていきましょうか。さあ今回ね、このクーガアルティメットホーム相当苦労してゲットしたんで、これがちょっとどれぐらいダメージ出るのか、ちょっと今回初なんでね、デビュー戦です。しかもミッションついている、いくぜ。
お、かっこいいね。おお、6500いいんじゃないの。6500、まあプリの配置によってはねもっと出るでしょう。そしてブラックいきます。ブラックもね強いです。 SSS ランク。おお、2034いいんじゃないの。そしてアギト、アギトですよ、仮面ライダーアギト。あのヒロイン役がね秋山里奈ちゃんっていうね、まあお尻なですよ。お尻なって言っても分かんないから、だからお尻が非常に特徴があるというか、お尻で売っているグラビアアイドル、お尻なですよ。まあ通常ねグラビアアイドルっていうとね、なんか巨乳とかね、なんかそっちで売るんだけど、まあ彼女はお尻が綺麗っていうことでね、まあそんなことはどうでもいいんだけど、仮面ライダーねありました。さあいけるか。覚醒閻魔はですね、まあ、これ自体はそんなに強くはないんだけど、種族効果がね全ての種族効果アップということで、まあ、結構入れてる人多いかなと思います。さあこれでトータルダメージどうだ。おお、14900、まあまあ、そして95ポイント、まあまあいいんじゃないの。まあ時間さえあればフルパワーでいくよりも刻んだ方がですね、まあ Y ポイント自体は稼げるので、まあって言ってもね30分以内に倒さないと意味はないんだけども、まあ刻んだ方が結構おすすめです。まあでも倒すことが優先なんで、まあそんなことは言ってられませんけども、フルパワーもねもちろん使っていくわけなんですけども。さあそしてブラック、今回、まあ、一応特殊能力持ちキャラね3体ゲットできたんで、まあワンチャンありそうだ。さあ仮面ライダー空がねまた見たくなってくるよね。だからこの辺りからハイビジョン放送になるのかな、平成仮面ライダーシリーズ2作目。さあこれで15800、だいたいフルパワーじゃなくてこのパーティーでまあ15000からっていう感じでしょうかね。さあ元気ドリンクねもちろん使っていきましょうか。今回は、まあ、あとフレンドのお助けとかでもちょいちょい落としてねゲットすることができるんですけども、一応これでレベル9までいけるかな、まあ倒したいなとは思ってます。だいたいやっぱり15000ぐらいかな。だからフルパワーも使わないとちょっと30分は無理だよね。まあ当然なんですけども、やっぱフルパワーはね半端ないです。ただミスった時もねちょっと痛いんで。さあミッションつきました。特殊能力にミッションがつくかつかないかっていうねところは大きいよね。惜しい感じ、ミッションクリア。15000すげえなこれ1体で15000はすごいね。空が強いんじゃないの。まあランク Z だしね。そしてブラック、意外とさこの空がとアギトが強いよね。まあ同じ不気味族なんでこの種族効果がね乗っかってくるっていうのもあるんだけど、まあブラックよりもこのアギトの方がダメージ的には出るぐらいだよね。いきます。さあまだね残り時間はね20分あるんで落ち着いていきましょうか。こう時々ねアプリがバグってねちょっと慌てることがあるんで、時間はちょっと余裕を見てねいきたいと思います。さあアギト、さあどうだ、ダメージ的には6500。さあこれで102ポイント、15000、だいたい安定してこれぐらいかな。またミッションとかプリの配置によるねこのライダーたちがいい感じ。
さあフルパワーいきます。元気ドリンク使いましょう。さすがに時間がやべえなと。さあクーがアルティメットフォーム、これはねミスれません。ちょっとフルパワーなんで慎重にいきます。これミスったら泣くよ。ミッション必ずちょっと抑えたい。さあいい感じ伸びる。やべえ4万8000だよ。やべえな、フルパワーやべえぞ。そしてまたミッション来ました。ブラックフルパワーはねミッションが出やすい気がするんだよね。さあミッションクリア、24000。そしてアギト、何気にですねアギト、まあ平成シリーズ第2作品目なんだけど、平成シリーズの中でなんか視聴率的にはねかなり良かったらしい。まあ一番良かった、まあ回にもよるけどね、まあ平均視聴率的には多分一番良かったんじゃないかな。さあイケメン魚はですね、これ自体はまあそんなにダメージ出ないんだけど、まあ不気味のね種族効果アップということで入れてみました。まあそれでもフルパワーだと出るね。3900複製エンバー、フルパワーすげえな。さあこれで本当はねスキルレベルとかね G 技レベルも上げてやるとねさらにダメージが出るんですけども、ちょっとねそこまではね無理です。さあこれで、おすげえ10万超えだよ、すげえすごいです。さあシャドウムーンひざまずく、そして204ポイントだからフルパワーって意外と Y ポイントが稼げないんだよね、その元気あたりに換算するとね。さあドリンク使います。結構消耗するね、やべえ。さあブラック、さあこっからはですね刻んでいきます。まあ残り13分、なんとかなりそう。さあアギト、ライダーキック、お一瞬クリア、お1万超えるね。アギトもやっぱりさすが特殊能力持ち、これ交換でゲットできるってのはいいよね。さあそして110ポイント19000。さあ残りもう一息、2万超えですね。さあ残り1万5000なんでこのターンで仕留めたい。時間もねもう10分切ったんで、さあミッション来ました。さあ行くぜアルティメットホーム。ちょっとこれ配置が難しいパターン、確実に取っていく。おしパーフェクト、おし9600、残り5500だぜ。ブラックで、さあここもねミッション来ました。さあ行くぜ、さあミッションクリア、6900、行きましたね、行きました。レベル7はやばいっすね。レベルまだ先があるんだよね、一応ね封印見た限りだと8と9があるんでやばいっすね。レベル7になるとさ突然いきなり強くなるよね。6とさ7の差が激しい、一気に上がるからね。さあなんとか倒せました。さあシャドウムーン、さあ来たぜ、シャドウムーンと友達になりました。敵ライダーなんですけどもいいんですか、友達になってしまいました。さあそれではドリームマッチやっていきましょうか。さあシャドウムーンを使っていきましょう。相手はブラックです。これ原作通りだよね、シャドウムーン対ブラック、かっこいいよね。サタンサーベル、横消しプラスボーナス玉を作る。スキルがプニをつなげた時にサイズアップですね。さあそしてクーがアルティメットフォーム使っていきます。
アルティメットキック G と技ゲージが溜まる。そしてショッカー戦闘員なぜか使っていきましょうか。そしてエグゼ決め技、さあローコンティニューでクリアだぜ。そして仮面ライダードライいきます。さあブラック倒しましょうか。シャドウムーン強いんですよ。劇中ではね、ほんと敵のボスの幹部として毎回というかね、映画なんかでもね出てきますけども、まあもともと何なんだろう、仮面ライダー自体がショッカーにね、ショッカーというかね、あの軍団にね改造されて、まあもともとこの敵のね怪人だったんだけど、まあその脳がね改造される前に逃げ出して、でこの悪者のねショッカーとかねを倒していく。さあいきます。まずショッカー攻撃力アップ、そしておーいい感じじゃないか。そしてボーナス玉を作る。ボーナス玉も結構3個なんで使えるよね。エグゼイ、さあこれでワンフィーバーでいきたいね。さあいけるか。おしたぜブラック、シャドウムーンいいんじゃないの。これちょっと育てたら楽しみだよね。さあレベルもね上げていきます。さあスキルの秘伝書ゲットです。やったぜ。